お、ここはどこだ？ちょっとみんな聞いて。ここどうやら、広告みたいなんだ。え、キノコ広告だって。キノコ広告。この地図内に、たくさんのキノコの家があって、一つだけキノコ広告から抜け出せる家があるみたいなんだ。なんだって？なんだって？でも、残念なことに、一人しかこの世界から抜け出すことはできないみたいなんだ。それは、もう俺が抜けるしかねえな。それじゃ、ゴール探し行くぞ。おお。あ、いいっすか。ちょっと待って待って、ちょっと待って。え？殺しにかかってくるやん。やばい、最初から PVP やってる人おる。初めから PVP 始まってんじゃん。やべえやべえやべえ。ってくんのよ。漁夫のり漁夫のり。やばい、キモいこいつ。すいません。もしもーし。殺された。こんな野蛮なゲームじゃねえだろ、このゲーム。みんな真面目にやろうよ。やば、誰だ、やば、一番野蛮にしたやつ。誰だよ、ずっと追いかけて逃走としてるやつ。ああ絶対勝つ。いや、戦略だから。いや、こういうのはね、大体一番遠いやつにあるんですよ。もっとこれ洞窟の中とかに作ってたりしないよね。なんか俺いったわ。なんかやられてるんだけど、キノコが多いですね。あ、そっか、これマップ、マップ見たら殺せるじゃん。赤キノピオ。なるほど、マップ見て倒しなるほど。平和に行こうぜ。マップ見てもさ、色ついてないからわかんないんだよな。え、キノコの家まばらなの？まばら。結構まばらにある。え、見る感じバリまばらよ。本当にないんだけど、やば、むずい。これやっぱりみんな殺して回った方が早いかもな。アイテム取れんのそれ。びっくりした。青キノピオ持っていきな。死んだ。まっ、どこだったっけな。なんかなんか跡形もなくぶっ壊れてる家がある。多分それ俺かもしれないな。それは僕かもしれない。でのかも。うわ、これ絶対あれじゃん。希望ボックス。触らんとこ。怖いわ。触らんとこ。水の中にさ、キノコの家あったりしない？ないな。水の中探してもいいかもしれないね。なんだあいつ。ね、なんだ、なんだこいつ。なんだあいつ。水の中探してもいいかもしれないよ。装備しとこ。君水属性だから。なるほど。ないんだよ。血管住宅です。なんか向き合ってる仲良しなお家がある。まあ中はもう泥棒入った後、誰かさヒント教えようよ。いや、それは口割らんよ、さすがに。あ、ネザーにゴールあるよ。ネザーにゴールあるって。倒して割らせる。あ、待って、爆発するキノピオいる。いや、これどうだろうな。え、わかんの。いや、あ、やっぱり爆発してる。死んでる。ちゃんと一級建築士をしてる。ここは嫌だ。ここは爆発しそう。いや、しないよ。しないしない。しないしないしない。エンタメ要素を入れていきましょう。え、やだ。ここまで来たのに。いや、ちょっとね、それでしかないのはちょっと、あ、ダメだよ。男として見せ場ないよ。そんな言わんだよ。だってさ、死というものを。ちょ、まあ、何回かは他殺なんだけど。うん。うおぉ、はい。あ、くそ、穴掘ってたのにはまんなかったりしまして。あれ。どの口が言う？赤キノピオ。今日の夕ご飯はきなこシチューがいいわね。ヒント、キノコシチュー1個持ってきてくれない？あ、じゃあ、交換しません。あ、俺そこ行った気がする。
とりあえずマグマリスポーン地点に引いて殺したらいいじゃん。だと死ぬところだった。全身どうだろう。二つ目のヒントゲットしました。なんで？早くない？早くない？ちょっと。とりあえずちょっと一個ぐらい共有しよう。そうだよ。で共有したらさ、その情報をくれる？いいよ。いいよ。いやでも嘘つかれる可能性もあるからな。やだ。いやもう嘘ついたらもうね。俺あの嘘ついたことない。普通に。で潔白な人間なんだ。そう。ちょっと待って。溶岩の場所。溶岩なんてないよ。わあ待って、キノピオいる。持っていきなだ。やだ。はい、石ブロック16個くれた。いいやつやん。ああ、なんだそれ。黒曜石で囲っとこうぜ。リスポーンして。あ、いいねいいね。あるよ、黒曜石。え、多分ワンチャン自爆するだけかもしれない。そしたら、もう、デスバトル始まるって。いや、待って、それありじゃん。誰か閉じ込めとけば、有利じゃん。いや、そんな、絶対やめて、それは。ここみんな道徳ないよ。まあ、道徳。みんな小学生からやり直そう。いや、道徳は。それは一人しかゴールできないんだから、それはそうだろ。あ、マグマあった。うわぁ、絶対に持っちゃいけんやつが持ったー。赤木の木を、これ。はい、レッツゴー。はい、レッツゴー。いいねすると。この辺でいいかな。楽しみなんですか。いや、俺もう死なないから。これ、ね、なんか、どういうことかな、これ。オッケー、この辺だ。いけない。はずの声が聞こえなきゃ。あ、これは。どこ行こうかな、俺。持っていきな。死ぬんじゃない、これ。いや、まあ、そこで賭けに出るのが。俊敏のポーションだって。やったー。え、いいの？いいね。やってんな、この野郎。良すぎやろ。お前、信用なんねーよ。あなた、緑キノピオいる。緑キノピオいる。よし、16丸石、いらねー。鉄印ゴッドが15個。うわっ鉄インコットが15個ヒントそれは熱いよ、それでも熱いよ、それは。なるほどね、そこら辺にそのヒントがあるんだ。俺持ってる。俺鉄インコットめっちゃ持ってるぞ。俺も持ってるわ。よこせ。なんかラーメン投げた跡がめっちゃあるじゃん、この辺に。ヒントを1個ゲットしました。よっ、俺はもうえ、なんか誰かいない？今なんか近くに人がいる気がするんだけど。あ、そやめろやめろやめろ。なんか来てる。なんかいる。ちょっとやばい、なんかやばい。なに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 。あ、熱っ。ワンチャン水の中にない。はい、バクさん。はい、バクさん。人殺してる以外見せ場ないんだけど。えぐいやついるな。それな、人殺すって見せ場な。まあいいや、一回試してね、ボーン。なんかある。おや、そこはボーンしてほしかったな。準備のポーションだった。魂が足りない。命かけろ、もっと。魂が何個あっても足りねえよ。あなたは誰？マクロクロスケ？あれ？こんな見るからに怪しいのに何もないことある？あなたは誰？マクロクロスケ？なんか空気渡されたんだけど。空気？何もなかったってことです。選んでいいよ。うわあ、ここやばい、ここひどい。無視されても。なんかここひどい、ここひどい。殺されてもいいよ、僕は。バリ無視するやん。キモ。無視しちゃったわ。何してんだよ、さっきから。え、これさ、ヒントが嘘ついてるって可能性ないよね。ないだろう。ヒントが嘘ついてたらもう負けた。そもそも、俺とね、タルトヒントにしたらたどり着くじゃないから。あ、でも一個俺ヒント見つけてるよ。あ、俺だけ、いじめ。うん、あの、腐った肉食った。臭くなった。うわ。焼き鳥自動生成されてる。みんなその辺にいるのね。いけること想定してないな、これ。ちょ、石炭ちょうだい、石炭。あ、俺のとこ来たらあげるよ。いや、いりません。じゃあいらない。なんで？え、臭いから。やべえな、こいつ。俺の臭さが伝染してる。伝染しちゃった。お、ラッキー。石炭どこ？死んでるし。なんかさ、えらいみんな右に固まってんね。右の方があるって踏んでるからね。よし、じゃあヒントそういうことか。
いや、そうとは限らないですけど。え、本当に本当にそうなんで。左側とは書いてあったけど。え、いや、上側とは書いてあったけど。ちょっとやめてくださいよ、市民の場所までバレたら。え、こんにちは。ちょ、一回ちょっと和解しよう。うん。ちょ、待って、マグマ巻くぞ、お前。近づ、これ以上近づくな。ベッド、ベッドあげる、ベッドあげる、ベッドあげる。ああ、ちょ、赤持ってるんだよね。あ、持ってんの？一回さ、協力して、シチューのさ、家探そうか。うるせえ。え、なんで？一回デスルーラーしようかな。ありだよ。え、ベッド強いよ、ほんとに。ベッド強いよ、みんな。デスルーラーしていいよ。もっと命大切にしろ、君たち。すいません。いや、命は何度あっても生き返るから。ちょっと待って。なんか、命大切にしようでいた瞬間にみんな死ぬなや。キノコシチュー食べちゃったらね、この世界から逃げらんなくなっちゃうよ。美味しい。おい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 、そんな迷信みたいなこと言うなよ。こっから先、俺と一番に会った人にベッドあげます。ちょ、会いたくないわ。いらない。いらないから。ないわ。みんなに振られるメープルかわいそう。かわいさすぎやろ、マジ。かわいそう。そろそろメープル泣くよ。山火事起こしとこう。どうぞ。燃え広がらない設定になってる。なんだ。そんなことしたら元の世界に帰るどころかこの世界で死ぬぞ。なんなら次の世界行っちゃいそう。この世界でも何度も俺ら死んだよ。確かに。とりあえずリスポーン地点設定して爆発しまーす。バーン。あれ小麦すなないかな。小麦くれた。よかったやん。ないです。ね、キノコシチューあげるから誰かさダイヤ装備ちょうだい。そう無理だ。僕いらなーい。そんなものいらなーい。なるほどね。あ、いいと言って。あー、もうまた、バカ。いや、いつまでこういう時にパズって刺身つけるんだよ。ピピピピーダッシュ。ん？何この看板。青キノピオ。え、道具を作りたいの。石4つあって、4個でいいの君。いいね、君。いいの、そこのヒント。え、そこのヒント見つけちゃったの。え？あ、もうじゃあ、持ってるってことか、あいつは。ん？まあ、そう！いないね。え、多分これみんな見た、まあ、俺、ちょっと、俺行きますよ、ヒント。言いますよ。いいっすよ。そういうすんの？で、これで、ちょっと信頼を集めて、え、みんなこのヒント見たかわからないけど、緑が多いらしいですね。めっちゃいいの来た。なんで言ってんだよ、知ってるやつを。あ、反感買ったけど、それ。大丈夫そう？そうか。あ、待って、するわけでもなく、ただ単についてった。ワンちゃん、これ分かる。なんだ、お前。なんだ、お前。弾き飛ばすぞよ、看板ってよく来たね。OK。ヒント、もらいます。ヒントください。そのままノリに任せて音読しちまえ。ダークオーク、あ、うわ、マジで？ちょっと待って、それはおっとやるしかない。勝利の方程式です。待って、ダークオーク、やばい。あー、どうしよう。いや、これ地図からじゃかなり視認できないぞ。これ緑が多いだもんね。あ、ちなみにね、ダークオークなんかこの色がちょっと濃いとこ。緑が。原木が太いやつじゃないの？あの、なんかあと、あと黒い木。あ、そうなんだ。でも、僕もう一つのヒント持ってるから。俺ももう二つぐらい持ってるから。俺、あともう五つぐらい持ってるから。はい、嘘つき。嘘つき。バレた。ひでえな、おい。うん、そういうの求めてない。こっち来るな、こっち来るな、こっち来るな、こっち来るな。やっていいやっていいよ、もうこれでいいよ。すいません。この流れはあの、ただ僕がマイナスな方向に傾くだけだから。え、マジでわかんない。緑が多いってヒント何なんだろう。普通に森林だ、それは。いや、緑が多いっていうヒントは、そりゃそうね、それは俺のたどりついてんの。平原でもさ、緑あるじゃん。いや、でもさすがにそんな言い回しする？緑が多いで。まあ、微妙。いや、俺でもね、もうこの色じゃないっていうのは確定してんのよ。っていう色はもう、俺見つけてんのよ。
あなに何色じゃないっていうヒントを得たの。うん、俺ゴーラ何色ですってヒントをもらってるけど、いや俺もお向かい、お向かいさんは何々ですみたいなの聞いた。ああ、そういう感じ。はいはい、つった。何々が何々っていうヒント持ってんだよな。もうダメだ、おじまいだ。溶岩も巻いてあって、溶岩も巻いてあって、これキノコの上って着地できんのかな。あ、できない、うん、ごめん、怖いです。お、これキノコ地中の人じゃね。はい、キノコ地中、高いところから落ちた。あ？楽しい。あ？あ、キノコシチューってキノコシチュー出したらキノコシチューって返ってくるだろ。まさにでこいつ。俺それに3回当たったからな。バリうぜー。これ革新的なヒントが1個あるんだよ。え、これは本当よ。川、水が近いっていうのはあるよ。うん、俺もそれはそう。魚がよく。魚がよく釣れるって、釣れますよって。それじゃねえか。お向かいさんは何色ですよみたいな感じ。ちょっと。ってことはお向かいさんがあるのか。お向かいさんがある赤色です。なるほど。あれ？あれ？あら？あら？あら？誰か取ってやがる。オッケー、いいね。取ってやがる。なんでや。わあ、落ちたら危ないね、ただの独り言。あー、それあれじゃん、それ赤でしょ、あの木の上にある。木の上じゃない、あの崖の上ですね。なんか崖の上みたいなところにある赤い屋根の、これ赤い屋根の上。まあそれはわかんないけど、とりあえずシェッ。あー、ダメだ、わかんない。おまたおめえか。散々爆破されてきたけどな。どうしようかな。どうだ、一枚な。ああ、空だった。よかったよかった、爆破しなかった。チラバカ、チラバカ。なんでこんなとこに家があんの。持っていきな。家はどこにでもある。鉄インゴット6個、これでかい。え、もう気づかれてないんだけど。はぁ、あたえ、これは熱い。これで今一つ嘘が判明した。要するにダークオークではないってことか。うん、ダークオークじゃない、嘘。やっぱりな。いや、そろそろ俺もとどめかけるよ。いるね、なんか誰、あなたは。なんかついてくるんだけど、あの嘘つきがね、嘘なんか嘘つきがついてくるんだけど、なんかついてくるんだけど怖すぎ。なんかえ、でもこの辺探索してるよね、みんな。案外行ってないんじゃない。それの、うわうわ、おい、ここでここまで来て俺は開けるっていう選択を取るのか。開けろ。はい。なるな、悪魔って。あなたは誰。真っ黒クロスケ、キノコシチュー、キノコシチュー。あー、あそこキノコシチューね、オッケー、ありがとうありがとう。キノコシチューいらん。キノコシチュー作れない。僕作れますってことでヒントもらえる。あ、うん、待て、殺せ殺せあいつちょ待て待て待て、あいつを殺せ。熱い熱い熱い。すごいね、これ戦争の現場にね、会ってないよまだ一回も。平和に行こうや。殺されてはいるんだけど、なんけど俺は喧嘩をしていないから。いや、ちょ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 、バッドマナーな人がいますね、みたいな感じ。言ってくんないか。一緒に肉を食うな、お前は。は？え？なんだこのゴミヒントは。あ、それキノコシチューって、私はキノコシチューって書いてくる、ただのクソ人間。あれ？わぁ、クソ、あれ同じじゃねえか、この野郎。 Maybe me。待って、そっちかもしれない、こっちじゃないかもしれない。絶対この辺だと思う。いやだ、ここで触りたくねえ。絶対これ触りたくないわ、いやだわ。家が燃えてる。ちょ、さすがに触んないです。俺も、はい触ったのか。オッケー、
やだ、ここで触りたくねえ。絶対これ触りたくないわ、やだわ。家が燃えてる。さすがに、さすがに触んないです。俺も多分メープルの残骸なんだよね。まあもう僕多分あと30秒ぐらいでゴールしちゃいますね。マジ、え、マジでここじゃね。え、俺もここらだと思うんだけど。本当にお願いします。本当にお願いします。来ないでください。え？はぁ、キノコシチューだとしたらキノコシチューって書いてくれなかった、このクソ野郎。ゴールじゃなかったら？そっちに向かい。そっちに向かい。やめてくれ。やめてください。来ないでください。だとしたらキノコシチューって書いてくれなかった、このクソ野郎。鍵って何？鍵って。鍵ってなんだ？ここ探せなかったら残りどこ探せばいいのかな。それな、キノコシチュー。キノコシチュー、きたー。多分きたー。いやまあね、キノコ王国からの脱出をやってきましたけど、非常にねイージーなゲームでしたね。ってことで、ご視聴ありがとうございました。